ね、サラサヤンマのメスね、オスよりもね、こうお腹がこう太い、ちょっとね、卵を産むためなのでね、オスよりね太いんですよね。副側はね、ほんと薄いグリーン色かな。でね、羽の根元もね、ちょっとこうね、茶褐色なんですけど、サラサヤンマのメスはね、結構全体的に羽が茶色っぽいのも多いんですけど、このメスはね、この先っぽだけですよね、茶色いの。ね、ちょっと、根元と先っぽだけが茶色いって感じですよね、サラサヤンマのメスは。ね、よいしょ。サラサ模様くっきりとね出てますよね。綺麗ですよね、このくっきりとした色ね。そしてね、産卵管がね、トンボにはね産卵管は実はなくて、産卵管っていうのはね、ヤンマだけにあるんですよね。これね、先っぽ尖ってる部分があるんですけどね。こうね、ちょっと、卵の時にね、本当にこんな風にして卵をこうやって産むんですけどね、こうやって食って、ちょっとね、待ってくださいね。よいしょ。このね、先が尖ってる場所。ね、ここからこの場所から卵を産むんですよね。うん、あの朽木というか、ちょっとこう湿った流木とか、なんかね、そんなところにね卵を産むんですね。この産卵管があるためにね、みんなヤンマと仲間っていうふうに言われてるんですけどね。まあ、他にもあるんですけど、まあ、そこが結構最大のトンボと山の違いなのかな。うん。ね、とりあえずこれはね、まず、サラサヤンマのメスです。ね。山の中ではね、最小種ですね。一番小さな種類。ね。まずこれ、メスでした。